今日は 50A のステンレスのパイプを隙間をだいたいこれ 3.2 ミリの棒なんですが、5ミリぐらい開けた状態で溶接をしていきます。で、板厚の方が6ミリぐらいになります。これは RT 検査があるので今回6ミリあるということで4層で丁寧に仕上げていきます。それでは1層目を溶接していきます。まず電流が100で棒は2ミリの棒を使用しています。他のチャンネルでも裏波の出し方は解説しているのですが、このチャンネルのこの動画を見るのが初めてという方もいると思うので軽く裏波の出し方を解説していきます。裏波の出し方の解説を聞いた人でも6ミリというのは解説したことがないので、よければ聞いてみてください。ちなみになんですが、6ミリなので3ミリなどと同じ電流でやってしまうと裏波の出がとても弱くなってしまったり、キーホールが全然できない状態で溶接をしないといけなくなります。なので今の電流や棒径などをよければ参考にしてみてください。ではまず動画のようにキーホールというのを作り、それを維持しながらキーホールができたら右にローリングをした時に棒をちょんと入れる、左にローリングをしたら左に棒をちょんと入れるというのを繰り返していきます。この時にプールの先端に穴が開いていますが、それがキーホールというものなので、それを維持しながら進行していってください。荒く進行してしまうとこのキーホールというのにプールがつながらないので、なるべく動画のように細かく進行してください。それをすることで肉がたまり、綺麗な裏波が安定して出やすいです。棒の送る量もなるべく一定の量を送るように調節して溶接をしてみてください。ちなみになんですが、2ミリを使用する場合は軽く僕は棒を送っています。で、2.4 ミリを使用する場合は軽くちょんとつけるだけで十分な裏波が結構出ています。今は100という電流なのですが、慣れてない方や早くローリングができない方、それとキーホールができているかがあまり確認できない方は80から90ぐらいでじっくりとキーホールを作りながら溶接をしてみてください。ただしあまり低い電流で溶接をすると時間がかかってしまうので、後半ルート間隔がとても狭くなったりしますので、そこは注意してください。最終つなぎの質問をよく受けるのですが、他の動画でも紹介していますが、このように電流を160ぐらいまで上げてプールがしっかり揺れるのを待ってから棒を入れて、プールが沈むのを確実に待ってから裏波をつなげています。電流をわざわざ上げに行かないといけないので少し面倒くさいですが、このやり方が僕的には確実に裏波がつながります。今回エルボー側の溶接をしたので、この隙間からしか裏波の状態が確認できませんが、お許しください。キーホールをしっかりと維持できたので、ある程度高さの出た裏波が出ています。これを1周維持できて、最終つなぎもきれいにつながっていれば、RT 検査は問題なく通ります。これが1層目を終えたビード外観です。まだまだパイプの面まで高さが必要なので、あと2層を入れてから最終仕上げを溶接していきます。この時に黒くなっていなければカップワイヤーなワイヤーブラシなどで磨く必要はないです。それでは2層目の溶接をしていきます。2層目の溶接では高さを出したいので 2.4 ミリの棒を使用して、電流は120に上げました。2層目の注意点としましては、あまり棒をぐいぐい入れすぎると1層目と2層目の間に溶け込み不良や融合不良などが起きてしまうことがあるので、注意して薄く層を重ねていくような溶接をしていきましょう。 RT 検査などがなければ、ここである程度棒を送ってパイプの面まで上げて3層で仕上げるのも全然いいと思います。普段ですと4層で行くことは僕はないです。ただ RT 検査の規定で4層で行かないといけなかったので、今回4層仕上げをしています。他の動画でも説明していますが、
2層目3層目は最終層で隠れてしまうので、特に見た目はきれいにする必要はないです。ただし2層目3層目で貝先の幅だけは越さないように注意してください。貝先幅を越してしまうと最終層の幅の合わせ方がとても難しくなり、安定した幅を得るのが難しくなります。個人的には初層から最終層まで 3mm のパイプなどよりは 6mm などある程度厚みのあるパイプの方が溶接がとてもしやすいです。板厚か厚い分熱の影響が少ないからだと思うんですが、 6mm ぐらいや 9mm ぐらいなどの溶接をするのが個人的には一番好きです。はい、これが2層目を終えたビード外観です。まだ少し見えづらいですが、パイプの面までは高さが必要なので、あと1層でパイプの面まで上げていきます。それでは3層目を溶接していきます。電流は120でそのままで、棒も 2.4 ミリでそのままの仕様で溶接をしていきます。これも2層目と同じで、薄く層を重ねてパイプの高さまでビードを上げていくというのをイメージして溶接をしていきます。1層2層で熱をとても持っているので、このぐらい早く僕はローリングをして進むようにしています。最終層までの層で酸化をしてしまった場合は、仕上げのビードがそこを通ることで黒くなってしまい、ビード外観が悪くなってしまうので、光らせたい方などは酸化してしまったところをグラインダーなどで薄く削ってあげてください。そうすればスムーズにそのビードの上を通ることができるので、仕上げに影響を及ぼすこともないです。貝先幅を越さないようにローリングをしているのがわかると思いますが、このように幅を越さないように維持をして、なるべく早めに進行していってください。板厚が違うだけで同じような溶接動画が続いていますが、必ず全姿勢での溶接や基本級の TN の F、TN の P などの全く同じ材料での溶接方法なども紹介したいと思っています。あと他の予定で言いますと、鉄の裏波の出し方で切りながら裏波をきれいに出すというやり方もあるので、その方法も紹介したいと思います。あとはタンクに板を張ったなどの角溶接などの動画も載せれたらなと思います。あと携帯にスパッタがつかないような工夫ができれば、半自動での多層盛りなどの動画も載せたらなと思います。はい、これが3層目を終えたビード外観です。1、2層で熱をかけて3層目をすぐ溶接しましたが、やはり 6mm ということもあり全然焼けてはいないので、周りの焼けだけは少しカップワイヤーなどで磨いた方が溶接がしやすいので、僕は磨いて溶接をします。それと見飽きたと思いますので、仕上げだけですが、今回は久しぶりにとても細かく溶接をしていきます。電流が110で棒は 2.4 ミリを使用します。本当にめちゃくちゃ久しぶりに細かくローリングをしたので、ちょっと幅が綺麗に揃ってないところもありますけど、そこはご了承ください。あと今回3層目を終えて10分ぐらい冷やしてから最終層を溶接しています。久しぶりに細かい波で溶接をしたんですが、溶接口になりたての時などはこのぐらい細かい溶接でいつも溶接をしていました。やはり荒い波と比べてしまいますと、細かいローリングですと5回ぐらいローリングをして進んだ幅の分、荒い波だと1回のローリングで進めているので、やはりスピードが全然違うなということを再確認しました。やはり同じラインにとどまることが多い分、ビードの焼け自体もすごい多かったので、荒くいくよりは歪みやすいなというのも思いました。あと普段めちゃくちゃ荒い分、めちゃくちゃ一周巻くのが遅く感じて、とてもじれったく感じました。でも細かい波が好きという方もいるし、本当に人それぞれだと思うので、自分の好きな波がつけれるようなビードのローリング練習をしてみてください。
ちなみに細かい波のデメリットとしましては、個人的に思うのが、溶接スピードが遅いのと、焼けが多いのと、歪みやすいなと思います。それとなんですが、ビードを光らせたい方はやはり細かくいった方が光りづらいなという印象があります。逆に細かくいくメリットとしましては、こう目が詰まったような見た目をしていますので、触ってもわかるんですが、粗い波だと表面がちょっとデコボコしてるんですけど、細かい波はツルツルなので、参戦した時は細かい波は結構綺麗です。少し粗いぐらいですと参戦してもとても綺麗なのですが、粗く行き過ぎている場合は参戦してしまうとボコボコがより目立ってビードがあまり綺麗に見えません。なので僕は参戦がない配管を溶接するとき、とても急いでる配管を溶接するとき、そういうときにめちゃくちゃ粗く溶接をしています。あとは飽きないようにだいぶ細かめ、少し粗め、めちゃくちゃ粗め、それと2番わざと揃わせないビードっていうのを使い分けて、いろんなビードをつけています。また全てのビードのローリング方法の手の動きなどの動画も撮れたらなと思うので、その時は良ければ見てみてください。はい、これが最終層を終えたビード外観です。今まで上げてきた動画を見たことある人ならわかると思うんですが、今回はとても細かめにいっています。なのでパイプの周りの焼けも多いですし、ビード自体も黒の手前のピンクというか赤色というか、それぐらいの色になっています。6ミリを粗くいった場合は、僕がやった場合金色になるので、この色は本当とても焼けていると思います。刺繍巻くスピード自体もだいたい 1.5 倍ぐらい粗い方が早いなというのを思いました。この2箇所は同じぐらい細かく溶接をしてみました。でこちらが結構粗くいった方のビードです。やはり色が全然違うのがわかると思います。あとパイプのこの横の青い焼け自体も粗い方がやはりだいぶ少ないので、歪み自体も粗い方が少ないと思います。ただ今のビードぐらいの粗さだと参戦した場合はちょっと汚く見えます。これが先ほどの粗いビードのアップの写真です。でこちらが細かいビードのアップの写真です。でこれが細かい2箇所で、こっちが粗い2箇所でビードをつけました。自分が見て綺麗だなと思うようなビードをつけるのが一番いいと思うので、いろんなビードをつけれるようにいろいろ工夫して溶接してみてください。粗い波、細かい波、どっちのが綺麗に見えたかなどの意見なども聞けたら嬉しいなと思います。それでは今日も最後まで視聴の方ありがとうございました。コメントなどありましたらコメント欄に記入お願いします。あと溶接のまとめなども書いていますので、よければ見てみてください。